ナミさんお疲れ様です。深夜のこそこそ話でございますえ。そして動画をご覧の皆様、ナミさんだけではなくて、皆さんにもいろいろとお伝えしたいことがありますえ。ついに8月31日、今年の夏も終わってしまいました。私の40代の最後の夏も終わり、これからは、まあなんかね、人生の後半ですね。どう考えても。うん、季節に例えると、夏は終わり、私の夏も終わり、 秋に向かっていく。そんな49歳、久保哲でございます。で、今回ね、一つ目の話題としては、なんかやっぱり AI のアルゴリズムによって、受け付けてもらえない動画が YouTube には結構あるんですよね。だから本当に大事なことは私たち YouTuber でも皆さんにお伝えすることができないんですよ。そういう時に大事なのがブログの存在です。ブログはほとんどの場合、未だに削除されることがありません。文字で。 残しておくってことは非常にですね、えー、読む側としてはめんどくさい動画で聞いてる方がいいよってことになりますけどもでも大事なことってやっぱりね文字で残るんですよそして YouTube 今かなりね人気ですけども実はね勉強熱心な人っていうのはブログを読むんですよ自分で積極的に読むんですよねで流れてくる情報をこうながら聞きする人ながら見する人っていうのは それなりに情報の咀嚼力は上がってくるんですけども、やっぱりこれから、こちらから積極的に意識,意識を込めてね、文字を読んでいく勉強するっていうところにはあ、次の段階を進んでいかないといけないかなってことです。つまり、YouTube よりも、YouTube を見ている人よりも、聞いている人よりも、ブログを見たり聞いたりしている。まあ、ブログは聞かないんですけどね、ブログを読んでいる人の方が、一歩進める、思考を進めることができるんではないかなというふうに思うわけなんですよね。えそして、 実は YouTube を作ることの方がブログを書くよりも簡単なんですよ。ですんでね、今の時代だからこそ文字を書ける人っていうのがこれからも残っていくんじゃないかなと思います。文字が書ける人が稼いでいけるんじゃないかなと思いますね。実際どうですか最近文字書いてます文字書くと稼げますよで。メールの返信だけでは、うん、十分じゃないです。やっぱり実際に自分でエントリーといって記事を書いてみると。記事の中に ことの始まりがあり、展開があり、オチがつくみたいな感じでね、まとめると、そのテンポでもって人はついてくる。そして、ブログを読む人ってのは勉強熱心ですから、難しい話題にも自分で検索しながら切り込んでくれますんでね、えブログを書くことを私はね、ちょっとお勧めしつつ、お前も書けよって言われたらねいや、私も書かないといけないですねで。私の場合実はね、ブログはね、書いてるんですよ、うん。もう3年になります。って言ってもまだ3年ですけどもね、 ですので、文章力もなかなか3年分上がってますんで、49歳になり、やっとブログが書けるようになったという風なね、顛末でございますけどね、これが1つ目でございます。で、2つ目は、花火ですよね。今回ね、ナミさんがね、花火に向かうドライビング動画を送ってくださいました。花火そのものが出てくるのかなという風に期待した方もいるかもしれませんけども、花火をね、ポーンと見ることは簡単です。しかしか どんな花火だろうかなと想像しながら現場に向かう道すがらまるで女子的に座ってるかのようにナミさんの話を聞くのもオツなもんでございますで実はねうちのヤマトくん今年の夏花火を見てすごく喜んでですね2歳なんですけどもそれ以来夜空を見ると花火が出ると思っちゃってね夜になると外に連れて行け連れて行けとわめくもんですで車でちょっと足を伸ばしてね街中に行くと まあネオンサインが光ってるのを喜ぶもしくは田舎道で田んぼで道路工事のねピッカンピッカンがあると星星という感じで喜んでいるかなってことでございますまあ子供が泣くとやっぱり私たちもうると会いますし子供が笑うと安心するしという形でこの世界はもしかしたら子供たちが動かしてるのかもしれませんねはい子供たちというのは100%他者に依存して要求を出してきますそして 大人たちは右往左往しながら何とかその要求を汲み取って言葉にならない言葉をね解釈してこうじゃないかああじゃないかとするわけなんですけども、まあ、時にはね面倒だなとそろそろ収まってくれないかなと思うんですけどもでもだからこそ達成して子供が泣き顔から笑顔に変わった瞬間がにもにものかわいがたい完備なものですよねつまりここに人生の縮図を見ることができますあの手この手を尽くしても泣きを見ている人生に ついにですねやったことに成果が出た時に全ての涙は報われ笑顔になるわけですよねですんでね挫折の多い人ほど達成感は大きいと思いますそのまま諦めずにあの手この手で進んでみてください人生っていうのは結局あの手この手なんですよあんな坂こんな坂全部上ったり下ったりしながら自分の立ち位置を見つける旅 その繰り返しが人生なんじゃないかなと思いますよね。それでは本日は以上です。お疲れ様でした。